開店直後からにぎわいを見せる大阪・ミナミのお好み焼き店。この日からアルバイトとして働き始めたのは中澤俊さんです。新たなスタートということでちょっと頑張っていきたいなと思います。中澤さんは医学部の受験に2度失敗して以降、心の拠り所を求めて各地を転々とし、グリ下にたどり着きました。大阪・ミナミ道頓堀のすぐ下、通称グリ下は、生きづらさを抱える若者たちの居場所になっています。一方で、犯罪やトラブルに巻き込まれるケースも多発しています。そこで、地方などの地元企業が若者を採用し、寮を提供するなどして、自立を支援するプロジェクトを始めました。我々としては、そういった子たちが、日の当たる場所で普通にまっとうに仕事ができるということをサポートできたらなということで、最初は興味本位でグリ下に来たという中澤さん。2度の受験での挫折感を抱えながらも、先の見えない状況から抜け出し、自分を変えたかったといいます。そうですね、やっぱ自分がしんどい時とかも経験したことあるから、やっぱそれも伝えながら3度目の正直ということで、3回目の受験にチャレンジしている。中澤さんは地方でのアルバイトに励み、生活基盤を整えながら再び医者の夢を目指します。お待たせしました。海外からのお客さんが多く訪れるこの店で働くことをきっかけに、苦手だという英語への向上心も生まれていきました。英語を話したら絶対接客とかも楽になると思うんで、それも含めて英語頑張りたいなと思います。皆さんいい方々で、人間関係作りやすそうだなっていう面で楽しかったです。働くことで自分の活力を見出したりとか、誰かのために頑張るっていう力が湧いてくるんですけど、そういったのが彼らの心に芽生えてくれればそれでいいなと。仕事を通して若者の孤立を防ぐ支援の取り組みが今動き出しています。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。